はい、皆様、ごきげんよう、こんばんは。チューリップリンセスです。えっ、ー、と、少し前に、えー、お散歩から帰ってきましたが、もうお散歩した後はすっごく疲れちゃって、30分ぐらい動けないんですけれども、えー、今日私が、えー、食べたものをまたご紹介したいと思います。えー、こちらですね、こちら今日初スイカいただきました。 わあ、これはもうなんか2食目みたいな感じですかね。えっ、ー、と、一応もう今日はね、あの、いろいろもう食べて、えっ、ー、と、朝ごはん食べて、その後にちょっとバナナブレッドとかも食べたので、で、その次のあの、お食事ですね。えー、ちょっと軽くお腹が空いたなと思って、スイカをいただきました。今年初のスイカ。 こちらは、えっと、大地宅配、大地を守る会の小玉スイカになります。ちょうどこれぐらいの大きさがいいかなと思って、これが、えっと、ちょうど1 8分の1くらいかな。こんな感じで切ってみました。とっても美味しかったです。ちょうどいいぐらいの甘さでね。 あの、程よい甘さで、私的にはちょうど良かったかなと思います。えっ、ー、と、まだ結構あるので、まあ、この、えー、2、3日中に、私の場合ちょっと食べ過ぎちゃうと、えっ、ー、と、加糖の取りすぎになってしまうので、毎日、こちらぐらいの8分の1ぐらいの量を、 ちょこちょこといただこうかなと思います。なので今日私と王子で4分の1食べたので、あと3日なんですけれども、だんだん鮮度が失われないといいなと思っています。で、こちらが私の3食目、お夕食になります。す。今日はこんな感じでお鍋風にしてみました。えっと、 うーん湯豆腐みたいな感じで、も,もしくは、えーっと、ウインナー入り湯豆腐、もしくは、えー、お豆腐とウインナーのお鍋って言ったところでしょうか。あと、ブロッコリーの、えー、っと、おかかポン酢あえですね。こちらにしました。ご飯は、えー、っと、ちょっとだけいただきました。ちょっと本当は私もご飯が好きで。 おにぎりとかも好きだし、バクバク食べたいんですけれども、最近ここいろいろと調べたところによりますと、あの、同じ40代くらいの男性で、あの、アトピーが持病にある方で、えっと、糖質制限、あの、あんまりご飯とかを食べないようにして治ったっていう方の、 動画を見てあの結構うなずけるところも多かったので私は完全にちょっと立つことは難しいけれども、えー、少なめにしようと思って、えー、となるべくあのお鍋みたいなものをねあのその方はほぼ毎日お鍋みたいなことを言ってた気がするので。 私もちょっとお鍋とかを増やして、えー、ご飯を少なめに取ることにしましたその代わりにこうブロッコリーとか食べたりねお豆腐とか食べたりしようかなと思っていますでこんな感じでいろいろ具材を入っていて見えないんですけれどもお豆腐にこれはチキンのねウインナーなんですねチキンのウインナー第一宅配のねチキンのウインナーなのですごくあっさりしています そしてお豆腐は、えー、新鮮豆腐の今日は絹にしてみました。あとかぶですね。かぶに、えっ、ー、と、出雲の生しいたけオイシックスに、えっ、ー、と、に参に、あと、あとなんでしょうね。キャベツに、達也の人参かな。あとキャベツに、いろいろ入ってるんですけどもね、ちょっと思い出せなくなっちゃったんですけども、結構お野菜が、 いろいろケールも入れちゃったかなケールも入れちゃったと思いますって感じでこちらは、えー、とおかかとポン酢で、えー、と蒸したブロッコリーを茹でましたこれだけでもね結構お腹にたまる感じですねで、えー、とこちらが動画になりますこんな感じで美味しくいただきましたそんなたくさん量ないように見えるんですけれども これに少しご飯もいただいたので、お腹いっぱいでした。